はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。タボンです。タボンが実況するディスオーナード2第13回目、続きの方をプレイしていきたいなと思います。前回はですね、こちら、チャプター5、王立博物館。ブリアナシュワースについて、情報を集めるとこですね。続きの方からね、やっていきたいなと思います。まあ、かなりなんか防御、ね、警備が厳重そうな雰囲気をしてますけども、シリアガーデンズ地区、ですね。確かあれだね、お店で装備を整えたところで確か終わってると思うので、そのね、情報を集めるところから、今回やっていこうかなと思います。いやー、まあね、ここから物語もどういう風に動いていくのか。楽しみなところではありますね。はい、早速続行でやっていきましょう。確か路地裏のところでセーブしたんじゃなかったっけな。OK です。弾がほとんどないんだけど、とりあえずファーリーチにしとこうか。で、王立図書館。そうだね。と情報を確認しましょう。はは、バーン。ははは。おほ。セブ中。で、心臓を装備。もうこっち側にはルーンはほとんどないみたいなので。うん、そうだね。ルーンはほとんどないね。多分向こう側だね。クロスボウボルトにしとこうかな。いるね。麻酔ボルト当てるか。当たったか？よし。早速買った麻酔ボルトが役に立ったな。クロスボウをゲット。内側には行けなさそうだね。窓がある。アイテムはこの辺にはないね。バーンはそこ。慎重に行きたいね。上か。いないね。とりあえず扉を開けておこう。ははは。王立図書館へ57メートル。さあ、バーンはどうやらここですね。何もないね。扉は閉ざされている。なんだ？当然だ。どういうつもりだ？さあ、叩いて。扱いか？掃除は全部しているの。おお、何事？なんだ？何が起こったんだい？あ、扉が壊れた。なんでエロエロになって バカ野郎か。監査官死亡。監査官の拠点。セーブだね。動線ゲット。オーディオグラフ。はあはブリアあ。ナ・アシュワース、王立博物館の館長だ。アシュワースはカルナカの魔法と何か関係があると思っていた。カルナカ理の解魔できない法。ことが起きている。監督官たちは大修道院の求心的な存在だが、
同様に重要なのが神託修道会のシスターたちだ。率直に言うと、あの宗派には何か問題があると思う。彼らが布告してきた内容が悪い。神の殺しになった。ひどいありさまよ。ブラッドフライの巣だらけ。だが公にあの文言を批判すれば、大修道院にいる教頭は。オッケーオッケー。あるね。おお、アイテムが、アイテムがたくさんあるよ。これはありがたい。副監督官は、アシュワースが神託修道会の邪魔をしていると考えている。それが本当なら、彼女を始末すべき理由がまた増えた。アイテムがいろいろあるな。探索し終わったね。よし、じゃあ王立図書館へ行きましょう。また光の壁かなんかあるんじゃない？心臓を装備しましょう。ルーンが87メートル先にあって、あれは向こう側にファーリーチで飛べるかな？噂じゃ被害者の中には半分食べられた人もいるらしいわ。けないに。血だらけだった。だからもう呼吸もままならない。怖い。なんかあるぞ。おお、お金、お金、お金ありがたいね。お金もありがたい。まだ敵が上にいるかもしれないから。あ？コイン。はは？閉鎖時間。閉鎖期間。閉鎖されてんだね。さあ、セーブが入りました。気のせいです。気のせいです。緩めるなと言われたが、何？緩めるわけない。だろうなと言われる。周囲を調べて。来るかな。出てきて。傷つけたりしないわ。誰かいないか。全体を探すなんて無理だ。嘘だ。まずいて許しを超え。止まれ。そこを動くな。やばい。動きが悪いな。おお。はあ。よっしゃ、足いただきます。はい、で、なんてことしやがる。ああ、いてててて。いてててて、避難した。見つかってしまった。お、ライフエリクサー。ああ、嬉しいです。ああ、ありがたい。アイテム、ありがたい。いっぱいあるじゃん。拾っとこう。OK。で、どっかに多分光の壁があるはずなので、それを解除したいですね。うわ、いっぱいいるわ。めちゃんこいるわ。あぶね。大丈夫だ。技術担当官が立ち。ありがとう。異常はないと言っていた。風車をチェックすると言って光の壁を登ったんだが、どうかしたか。誰も誰も。向こうを調べてくる。どこへ消えたの？誰も誰もいません。調べるぞ。誰もいません。何も何もいません。よし。
で、ルーンがどっかにあるはずなんだけど、おールーンがそこ、へーへーへー、ここなんかある、こっち行けるんじゃない、なんか裏口みたいなとこもあってきた。あ、ルーンがあるぞ。ルーンが近くにある。ルーンが欲しいです。ルーンは欲しいです。ルーン欲しいです。ルーン欲しいです。おー、ボーンチャームも近くにあるが、あはん、オッケー、なんかやばそうな雰囲気がしてるね。アイテムはなんかあるか、オッケー、火炎ボルトしようか。で、ルーンどこ？上か。お！トラップか。トラップだらけじゃねえか、ここ。いて。上にはどうやって行くんだ？ここにドロップある。解除しよう。これ上行けるか。よし。で、ルーンはそこ。ここなんだよ、ここ。もう。あ、アウトサイダーのサーディアンだ。おわー、またかー。見るがいい。この死にゆく町に血の足跡を残しているぞ。ブリアナ・アシュアースは上流社会の哀れな一員になるはずだった。太った銀行家などと結婚させられて、本当に自由になれる瞬間は仮想舞踏会をこっそり抜け出して見知らぬ者と関係を持つ時だけだった。不幸な結婚で終わっていたことだろう。凍りついた川に飛び込むようなものだが、両親が彼女を嫁がせる前、ずいぶん前だが、彼女はデリラを見つけた。その後はいいことも悪いこともあったようだが、振り返りはしなかった。バーン副監督官は野心的な男だが、大衆動員を信じきっている。全王国の善人たちも守っている。我々のようなものから、彼は心の底から喜ぶだろう。例えばブリアナ・アシュアースの死という結末や、あるいはお前の死。よし、ルーンを獲得した。あとはボーンチャームが何個かあるぐらいだね。さあ、コノス、よし帰ろう。こんなトラップだらけのところから早くおさらばしよう。無駄なね、あれはいらないですから。で、多分その建物の中にボーンチャームあるね。ああ、いっぱいいるね。いや、彼女は前日に行方不明になって、士官のピストルは排水路で見つかったし、何かあったんだろう。ね、春中からはどんどん人がいなくなってるのよ。みんな大丈夫だって言い張ってるけど、何か起こるのを恐れてる。3人いるな。ボーンチャームがすぐそこの2階だね。あとそこにもある。あの2人が行ったら中入りたいけど、
まあそこの角で待つかな。クロスボウでヘッドショットする？よし。あと二人で。え？そうか。待て。ちょっと前に誰かいたわ。お前もだ。よし。悪いな。ちょっと気をつけてよ。あら。実力を確かめてあげる。危ない危ない。気づかれてる。顔を隠すのか、腰抜け目。やめてくれ。ガチャ。あー痛かった。ボーンチャームが上にあるんだよね多分。ここだ。うわ荒らされてるぞ。ボーンチャームゲット、ライフエリクサーゲット。ははうわ死体だ。争った形跡があるね。ボーンチャームが上にある。取りに行きましょう。うわブラッドフライの巣だな。フライの巣なんだけどアイテムがあると。まあボーンチャームはそんなにいらないかな。あーそこか。あーはあはあはあ。じゃあこっから行った方がいいってこと？法律図書館だね。ちょっと怖いけど行こうか。まあ、そんなにダメージ食らわないでしょ。よし。わはびこってる。うわわ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 わ。どうしようかな。その向こうに行きたいんだよな。で、ポーンちゃん。やめろ。怖い。ポーンちゃんもだけ取る。よし。なんかいた。なんかいたぞ。グレネード投げる？ほっ。なんだなんだなんだ。誰かいるぞ。なんだ動いてたぞ今。すげえ嫌な汗かいてる。なんだ？まあまあ。わざわざそんな戦う理由もないな。隣の部屋に行こう。うわぁ。アシュワスは王立博物館のどこかにいる。にしても敵が多いですよ。ルーンとかはあの辺にあるんだね。やばい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 。めっちゃ来てるめっちゃ来てる。ほっ、アルニー連打。やめて。すごいブンブンいってる。
わわ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 わ、気持ち悪い。下は誰かいるかい？カーリッチで向こう側まで行きたいな。一回体勢を整えよう。セーブ中。うん、ちょっとキリがいいので、じゃあ今回はここまでにしようかな。次回はこの王立図書館へ入るところまでやっていきたいなと思います。ルームもいろいろね、ありますんで、その続きからやっていきたいなと思います。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。次回はね、いよいよこの王立図書館に入っていくところからやっていきたいなと思います。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。